はい、始まりました、うちのぶっ飛ばすにどうも皆さんこんにちは、知る人ぞ知る一般人うちです。よろしくお願いします。本日は千葉県松戸市にあります楽園松戸店さんにお邪魔してます。本日も抽選は終了してます。なんか今日すごい人数だったんですよ、抽選びっくりしちゃって、結構ギリギリになっちゃったんですけど、まあ、抽選間に合いまして、もうぶっ飛ばすには初回からご覧いただいてる方はご存知かと思いますが、私抽選の番号がすこぶる悪いです、いつもね、例に習って今日も246番。やば、200円とかもうほんと後ろから数えた方が早いなってくらいの番号だったんで、スロットコーナーに上がった瞬間もう人みたいな感じで、全然なかなかもうエウレカ座ろうかな、バスリー座ろうかなとかもう考える暇もなく、もうこれだっつって言って、今日は乙女最極、なんとか座れた乙女最極に挑戦していこうと思いますが、最極ね、見たこととかはあるんですけど打ったことなくて、知識が無ですので、そうイライラしちゃう方はもう一旦ここで止めてもらって、次他の動画見てください。本当にイライラしちゃうと思うんで、だけど見てくれるよっていう優しい人は一緒に頑張っていきましょう。でですね、前回なんと天下不武4でプラス10ポイントで終わることができまして、一番最初19ポイントだったんですが、ただいま29ポイントございます。なのでその29ポイントを使って今日乙女最極頑張っていきたいと思いますので、今日の目標はとりあえず29ポイントから1ポイントでも増やすことということで、今日も頑張ってまいりましょう。よろしくお願いします。頑張るぞ。戦国乙女最極打っていこうと思います。本当にマジで本当に分かんないんで、なんとかプラスにしていきたいと思うんで、早速実践やってまいりましょう。よろしくお願いします。これあれか、ゼロまで減らしたら周期一周期ってことかな。チャンス乙女、お、ときめきモードに入った。5ゲーム以内に図柄が揃えばみたいなこと書いてありましたね。え、絶対無理じゃないこれ。お、8点。ダメそう。おー、早い。やっぱ6号機と違ってメダルがなくなるのが全然、スピードが全然違います。早くも10ポイント使い切りました。早い、やっぱり5号機あれをください。ありがとうございます。こちらの下水お財布からついに2枚目。もうあと19ポイントしかないんだから、すいません、マジか。できれば早めに当たりたかった。
出た。オッケーオッケー。よし、謙信信玄だとまだ低いです。よし、徳川。オッケーオッケー。秀吉信長まで行けばオッケー。おーおーおーよ、あと2人。私にどうでしょうか。マジで。赤じゃん。レアカードゲット。またこれ絶対無理じゃん。もうせめて乙女アタック入ってほしいんだけど、もう意味わかんないです。なんで入るんかい。絶対無理だ。王が無理だ。せっかく入ったのに乙女アタック。ずっと王外。ありがとうございました。ありがとうございます。持ってます。いやもうついに私は借金かもしれません。これが全部なくなったら 借金になる。スタパネ消えた。超レアだな。あってん。入るだろうか。なんでだよ。もうダメだ。イライラしてきちゃいけない。なんでだよとか言って。もう一回頑張れ。なんでやねん。こう乙女アタック。さっきのでだったらさっきので乙女アタック入ってほしかったですよね。ね、どういうことだろうね。でも大体王外だ。あーマジ王外。よーし、やっと当たった。
おー、ムラサメだ。あー、大体オーガイ、オーガイ勝てない。はい、ということでちょっとうるさいんですけど、一人だけ勝って658ゲームでやっと豊川ラッシュ入りました。ちょっとね、一人しか勝ってないんで参戦が、いやー、何ポイント使った、23ポイントも使いましたよ。やばいよ、23ポイント増やしていかないと。おお、80まで増えた。めっちゃ増えた。初回115ゲームスタートです。なかなかいいんじゃないでしょうか。ここからね、なんかいろいろ引ければ。よっ、100ゲームなんてね、すぐなくなっちゃうから、ここから増やしていかないと。あってん、絶対ダメそう。なかなか勝てませんね。ああ、強チェリーになって10ゲーム増えた。やったぜ。目押しミスってるんですけどね。あと、はい、ということで、まあ、一番最初の初回のゲーム数が多くて、まあね、150ゲームトータル150ゲームの291枚、初当たりが600超えてるっていうのはね、結構きついですね。回収1万もしてないし、いやー、ちょっと1周期目だけ回してみようかな。つらいよこれは。フォーク、いやー頼む。うわー、最初ムラサメか。あーダメだ、もうあと大体オーガイ。終わりました。ダメだったね、ダメでしたね。移動、今日はもうスロットは多分どこも移動できないので、パチンコに行こう。でももうみんなうろうろしてるぐらいなんで、本当に多分スロットは座れないんですよね。じゃあちょっと下のフロアに行きましょうか。パチンコ、ザ・パチンコフロア。何打つ、何打つ。拷問ちゃまがある、拷問ちゃまがありますね。ライトミドルか。199分の1200分の1、拷問ちゃまにしよっかな。うわ、めっちゃ久しぶりにパチンコ打つ。ほんと久しぶりですよパチンコ打つの。拷問ちゃま、パチンコの拷問ちゃまに移りましたね。前半乙女西国打ったんですけど、まあ、20
6ポイント、あ、違う、20、そうだね、26ポイント使って、まあ、1回当たり、1回600ぐらいで当たり、まあ、その後ちょっとダメそうだったんで、今日はちょっとスロ、まあね、人数も多くて移動もできないということで、ちょっとパチンコの方に移動させていただきました。今日ね、大好きなおもちゃもあったんで、これでなんとか、そう、私29ポイントしかなかったから、今とりあえずあと3ポイントしかないんで、3ポイントでとりあえず当てないと借金しないといけなくなっちゃうんで、頑張ります。とりあえずそれでは始めていきます。てか、そもそも私マジでパチンコ打つの久しぶりすぎて、もう忘れちゃった、もう仕組みとかも全然わかんないですからね。あーね、あ、やばい、全然あ、入った、よし、青ね。ちょっとブルったんですけど、え、継続継続、押す、疑似疑似連疑似連、でも緑なんだよな。お、だって青保留だよ。まあ、びっくりした、ネクストか、ネクストネクスト、こういうのが上がると当たって、当たったとかって勘違いしちゃうから、本当にパチンコ怖いよ。赤文字絡んでますけど、ハハハ、え、笑い方笑い方、私の、うわうわ、いや、まあ多分この保留じゃ当たんないんで、当たんないんで言いますが、ついに私29ポイントを使い切ってしまいました。29ポイント使い切ってしまいました。まさかの借金決定、まあ、借金っていうのもあんまり良くないんですが、はい、お借りすることが決定いたしました。ありがとうございます。なんとかね、ライトミドルなんで、いくよ、なんとかなんとか10ポイント以内で収まれば許容範囲です。あのコーヒー販売の、いや本当は負けないのが一番なんですけど、10ポイント以内で収まればというか、ここから出しちゃえば問題はないんです。お返しできるので、いやマジかよ、あ、びっくりした、これは緑以上の保留が来ません。あれだな、きっともうそもそも今日引きが弱い日なんだな、そんな日にパチンコを打つなんて。いやー、保留が来ない、あ、なんか来た、熱いって書いてある、
もう一回ぐらいしてくれ。いやーマジか、しないの。あー扉閉まれ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 。オッケー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 。激アツよ、見ました。今激アツ来ましたから、これ外したらもう結構私終わってる。アイコンがお銀ですから。いやこれはマジさすがに、さっきの一撃も覚えたし。あ、予告予告来ました。え、予告は熱いよね、さすがに。お願い、まだか、まだ。ガンテツ。おし、おしおしおし。よしよし、よしよし。でもまだこれ赤文字じゃないんですよね。激アツも普通に外すからな、パチンコ。うわー怖い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 。これだ。うわー気持ちいい。やっと当たった、やっと当たった。いやめっちゃかかりましたね、529。いやポイントが何ポイント使った？最初の3ポイントと20ポイントと2ポイント。25.5 ポイント使いました。いやー9か。全然ダメじゃん。ST。 いやー頑張ってくれー。50しかないのか、きついな。いやなんか、いやさすがに2連ぐらいはしてくれ。よし、リーチ、とりあえず。いやー微妙。何色？何これ？当たった？
あ、当たった。神盛りジャッジメント、スーパー神盛りジャッジメント。あ、こういうやつ。私興味。じゃあ上だな。え、なにこれ、なにこれ。あ、これか。うおほー、イエーイ。よしよしよし。いや、よっしゃよっしゃよっしゃ。いや、もう操作の仕方が分からずにどっちか選べなかったら結局こうなりました。あぶねえあぶねえ。あー、なんだこれ、見事じゃ。よし、 AC130 取りましたよ。危ねえ危ねえ。夜直しからスーパー神割り、これで駆け抜けはちょっときついんで。いや、もう半分以上過ぎてるよ。一回も戦わないはやばくないですか。わー、頼む。お、よし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 。誰だ。いやー、頼む。マジかよ、もうやだ本当に。あの銀ちゃんのアイコン外したから多分もうこれ駆け抜けると思いますね私。ありがとうございました。来週継続2回。いやー、厳しすぎるでしょ。はい、おてちの実践終了しました。まず入場から人数がすごい多くて全然取れなかったんで、まあ、打ったことない乙女西国から始めたんですけど、まあ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 、きつい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 。初当たりがまず660ぐらいかな、660ぐらいで当たって、まあ、200枚ぐらいしか出ず、まあ、あと多い全てなくなり。その後も本当ダメダメだなと思って、まあ、パチンコ行ったんですけど、まあ、パチンコもね夕方になるにつれてどんどん稼働も上がっていって、周りにも、ね、お客さんいっぱいいましたね。まあ、北斗無双をはじめいっぱい出てる台あったなっていう感じで、本日の結果報告と参ろうと思います。そもそもね、私今日29ポイントあったんですけど、スロットの方で、26ポイント使いまして、なのでスロットに関してはそもそもマイナス26ポイントで、さよならスロットさよならして、まあ、残り3ポイント持ってコモンちゃま神盛りジャッジメント打たせてもらったんですけど、まあ、3000ポイントで特に、まあ、演出自体はあったんですけどね、リーチとか緑とか青とかのねリーチとかはあったんですけど、保留のまあ当たらず。実はダメだった時、トライブチャンネルさん側からそうお借りするという形でお借りしました。今回どのぐらいお借りしたかと言いますとね、結
か、27何ポイント借りたの、 21.5 ポイント。パチンコだけの玉数でいうとサマイがマイナス3760玉なので、次回コーヒー販売頑張ります。そう、コーヒー販売をしてポイントを貯めて、今マイナス 21.5 ポイントなので、マイナス 21.5 ポイントを貯めてゼロにして、そこからもしプラスに持っていければ返済できますので、私の引きと皆さん、コーヒー販売の時はよろしくお願いいたします。勝ちが続いていましたが、今回まさかの大敗でございます。なので次、ね、次はまたプラスに持っていけるようにまた頑張りましょう。ここまでご視聴いただきどうもありがとうございました。また次回頑張るよ。またね、ぜひ見てください。